っとあの山に登ってみましょうか。よし、じゃあ行ってくる。どうも皆さんこんにちは、カイカイです。いよいよ今年1年も終わりそうなところになってきましたね。自分今庭ってことにしよう。ちょっと大きめかな、面白いイベントをやると思いますので、それの告知を軽くしようと、そんだけの動画です。明日この動画から見て30日の夜に配信イベントをやります。うちの身内でね、みんなで集まって大富豪をやるっていうのが新年の、よくやっていることなんですけども、せっかくですし配信しようかなと。一緒に集まる人の中にね、配信したいっていう人もいるので、その辺とね一緒にやっていこうかなと思います。せっかくですし皆さんもぜひお越しください。それだけじゃなくていろいろ計画もしております。例えば、カクテル作りとかね、まあ企画というほどのものではありませんけども、つい最近うちのツイッターなんか森の奥から音がするな、なんだ。とにかく、つい先ね、ツイッターでよくツイートしておりますが、自分ちょっとカクテル作り凝っておりまして、集まってくれる人たちに、イメージカクテルというかそういったものを一個ずつ作りましたので、それもちょっとできれば配信したいなと。まあ単純にワイワイガヤガヤするだけもあるんだけども、それ以上に楽しいイベントになるかもしれないと。ぜひお越しください。音がさっきからどんどんでかくなっていってんだよな。とにかく他にも考えていることはいくつかあります。実はアメリカの方で面白い、面白いお菓子を購入してきま、お菓子なのかあれは、おもちゃ購入してきまして、うまくいけばそれの開封もできるかなと。まあ実は3つ購入していて、一体何が何なのか分かんない。こういったねこんくらいの卵なんですけども、それ以外にあまり言うことがない。なんかスライムかどうたらこうたらって、あと恐竜ですね、卵です、そういうイベントも考えておりますので、ぜひお越しください。どうも、どうされましたか。あ、いや、そういうことは全然なくて、3人ですね。3人。せっかくですし、プレゼント企画なんてどうでしょうか。まあ、そのイベントやるだけじゃ面白くないんでね、こう、イベントにお越しいただいた場合は、記念というか、プレゼント企画的なものとして、3人の方にうちに来て、はなんか特別なアイテムをプレゼントするなんていうのはどうでしょうか。そういったのに興味ある場合は、ぜひ配信の方までお越しください。みんな一緒に配信を盛り上げましょう。バイバイ。あと少しであっちにつながる。